について聞かれた同案サウジやってる人に負けたらダメ。局面では激しいデュエルが行われた。ただ、フィジカルが強い相手にも、日本の選手は明らかに勝つ場面が多かった。その点について、同案率に尋ねると、普通に考えて、ヨーロッパで僕たちはやってるんで、サウジリーグでやっている人に負けたらダメなんで、レベルとしてときっぱり、ほぼ国内組の相手に負けてらいられない。そんな自信を伺わせた。素晴らしい。こういうプライドを持って戦う日本、負ける気がしない。しかもサウジ代表選手のほとんどが控えだから、サウジリーグでやってすらいないんだよな。以前の代表だとフィジカルの強い外国人と対峙するときはパワーや手足の長さで思ってもいなかった一歩で競り負けることが多かったけど、今の代表選手は外国人だからというプレッシャーは全くない。堂安はわざとこのような自信家を演じているらしいね。あえてナルシストを自称し、自分を誰よりも過大評価して自分が一番だと思い込むのが大事というメンタルコントロールの一種。見下してるという風に受け取っている人もいるけど、この発言の根底にあるのは、思い上がりではなく矜持だと思う。それに、リーグレベルで言えば真実だから仕方がない。このくらいのメンタルがないと、偉大リーグのクラブで主力の座を維持することは難しいだろう。以前、日本はフィジカルが弱い、身長が低いので空中戦に注意というのがメディアが言っていた定番でしたが、もはやフィジカルでも欧州に負けないし、今回の代表は平均身長はサウジよりも高かった。強くなったなほんと。でもここからだな。日本最大の課題と弱点は欧州や南米と違って真剣勝負でワールドクラスのナショナルチームと試合できる機会が圧倒的に少ないこと。欧州列強との親善試合増えないかな。